そうそう、ここすごいことになってますよ。いらっしゃいませ。まだね、夏タイヤです。今オートバックスでね、2時間待ちです。タイヤ交換。まだ交換してない。あ、いらっしゃいませ。スリックね。さあ、今除雪してる、除雪してる。グレーダーで除雪してますね。そうそう、今ぐらいはね、さっき見たらね、3割ぐらいね、まだ夏タイヤ履いてますね、みんなね。そうそうそう、うちのね、嫁さんもね、昨日取り替えたんですよ、昼間。あ、そうそうそう、溝なしね、飛行機のように縦にだけ溝があるとかね。ねえ、みんな大体ね、取り替えてるんだよね。まだね、1回はね、さらっと溶けるんでね、峠行く予定がなければね、平地は全然まだまだ夏タイヤでも、大丈夫です。ああ、やってたやってたね。もうびっちりだもん。あ、そっかそっか、本州だったね。それやるとね、あのかかとがね、すぐすり減ってね、毎日靴替えないといけなくなっちゃうんで。そうそう、まだこのぐらいだとね、あの夏タイヤでもスピード出さなければ、急ブレーキかけなければ全然コントロールはできますよ。そうそうそう、凍ってないんでね、まだね、あの地熱があるから、どん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 溶けるんですよね。あ、いらっしゃいませ。おお、お疲れ様です。大変ですね、これから滑るからね、トレーラーね、気遣うでしょう。都会だとね、東京あたりだとこんなに雪降ったらもう大変でしょうけどね、北海道はもう全然このぐらいだと、あの序の口ですね。ただ今ぐらいの時期はね、重いんですよね、雪が。ちょっとあの雪跳ねするのが大変です。車のね、上に雪が積もるんだけど、それあの下ろすのにね。ああ、そう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 、このぐらいの雪がね、また一番歩きづらいんですよ。あ、ありがとうございます。べちゃべちゃでね、長靴履いててもね、溝の深い靴を履いててもね、足取られるんですよね。うん、そうそうそう、大変ですよね。そうそう、靴濡れるしね、ズボンの裾とか濡れるしね、会社行くまでにもなんか靴取り替えたくなっちゃうっていう。もうこの辺、これこんなにね、道路の端に雪溜まってますよ。これ昨日から約24時間でこんだけ降りました。それまでね、全くなかったらしいです。最近ね、スパイクついてる長靴なくなってきたんやかな。あ、違う、スタッドレス履いてるけど、そこの雪が深いし滑るから、そこ上がっていけないんだね。北海道のね、あの道路は広いって言われるけどね、これでもう道路約1メーター50ぐらい雪が積もっちゃって、あの車道がなくなっちゃってますね。これがもっともっとあの本格的な雪になると、左の雪の壁がもっとこっち側に攻めてくるんで、そうするとあの夏場のね、3分の2ぐらいになっちゃうんですよね、道路の幅が。ゆかりさんのコメント、そうそうそう。あ、いらっしゃいませ。あ、ありがとうございます。もうなんかね、岩見沢市はね、24時間でこんなになっちゃいましたよ、これ。とんでもないことになってますね。
札幌から40キロしか離れてないのにもう別世界ですよね。雪は大変だけど、ああ、おばさんのコメント、おばんでした。あ、いらっしゃいませ。おばさんのコメント、我々36番さんのコメント、見てない。駅前のたこ焼き気にしない気にする。いえ、青に見えました。え、それ病院行った方がいいです。そういえば雪だるま作ったんですか。あ、雪だるま、そうだ、誰かね、なんか雪だるまを作ってくれて。匿名希望さんのコメント、全部まんじゅう食いたいけど休日休みなのが使えない。さらにね、今日も30センチぐらい積もるらしいですよ。そう、今夜も30センチぐらい積もるらしいですよ。信号もっとこっち見て。伊藤さんのコメント、旭川はだいぶ溶けましたよ。あ、溶けましたか。ここはね、岩見沢市は大変なことになってます。匿名希望さんのコメント、うん、そう、西風でね、西高東低の気圧配置になってるんですよね。そう、他の地区はね、美唄とか滝川とかね、行くとね、15センチぐらいなんですよね、他のところ。ここなんか局地的に昨日降ったみたいですね。どれどれ、天狗まんじゅう、あ、天狗まんじゅうやってます。天狗まんじゅうやって、ソフトクリームの看板あるけど、ちょっとこれソフトクリームは辛いよね、この時期ね。じゃあ天狗まんじゅう買ってきてあげる。小室は行かないんですか。あ、すごい、ダメだ、駅止めれないや。右側の匿名希望さんのコメント、自主的やっちゃうわ。旭川のゴンタさんのコメント、レス製配信の仕込みに旭川から行きましょうか。俺の車もね、夏タイヤなんでね、あんまり雪深いとこ行けないんですよ。よいしょ。で、ここでね、雪深いところでふかしちゃうと、鍋焼きうどん、鍋焼きうどん美味しいの。そう、吹いてきたっていうか、すごい本格的な、これ冬でしょう。え、小屋右側塚本、どれ、塚本？ない。車ランクルです。塚本さんないよ、右側に。小川さんのコメント、これは年金になってもおかしくないね。いや、本当だね。多分明日いっぱいぐらいまで天気ね、まあ明後日まで引っ張るかな。もう家庭用除雪機で左側の人除雪してますね。そう、重たいんでね。あそこも除雪してますね。また来た。いらっしゃいませ。今南極から生中継でお送りしてます。そう、これべっちゃべちゃのザックザクでね、逆にこの雪が溶けるとね、車埋まっちゃってわやですね、これ。
あ、右側の方にも右側の方にも車スタックしてる住宅街で。722番線のコメント、住宅街で遭難事件だ。まだ日本海に雪雲があるからまだ降りますね。ねえ、しかもね、西高東低で気圧、高気圧がね、ほとんど停滞してるんですよね。そうそう、南極物語ですよ、これ。今、南極をね、通過してます。はい、いらっしゃいませ。これであれでしょう、皆さんのリスナーさん、俺の車、え？あ、そうです、そうです。HID ですよ。俺の車がスタックするようにね、スタックして祭りになるのをみんなで待ってるんでしょう。自動会館？あ、これ自動会館。あ、いらっしゃいませ。あ、そっか。だいたいね、晩ご飯食べ終わってきたんで、リスナーさんちょっと増えてくる時間かもしれませんね。トラさんのコメント。うん。これね、乗用車だとやっぱきついですね。こんだけザクザクの雪になってると除雪してもね、どん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 降るんで。野球と。もうね、あれ。なんか俺久しぶりにヤミザのこっちの方来たら出方が分かんなくなったぞ。あれ、迷子になってそのうちどっかに埋まるパターンだなんて。すごい。どっかにスタックするパターンだなこれ。あ、車埋まっちゃったんですね。一生懸命雪掘ってる。違った。よいしょ。よいしょ。あれが、うわ、すごいなこれ。止まった。よいしょ。これね。こちらは岩見沢警察署です。道路に道は捨てないでください。いや本当ね。これね、今道路わだちになってるでしょう。すごいすごい、これもう完璧にね、乗用車は、よいしょよいしょ、乗用車はね、そこついちゃってますね。これ今北極です。自分でもね、どこにいるのかわからなくなってきた。うわ、これちょっとこれやばいな、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 これ。ドッキンさんのコメント、今日知り合いがドッキン出張行ってますけど、大雪かは。ああ、でもね、あ、ヤミザに来てるんですか。ヤミザだけです、大雪ね。他ね、他のこの近隣の町はね、積雪量がゼロか、もしくは積もってても10センチぐらいなんですよ。ここの町だけどういうわけか、ピンポイントでね、すでに50センチ以上です。今日の夜、明日の朝までにさらに30センチ降るそうです。66位、ちくら66位って。そうそうそう、乗用車だと完全にお腹引っかかっちゃってますよ。左側まだダメだ。今時の北極には外交とかやってるのか。